長距離列車向けの444系、デジロサウスウェストトレインズは、イギリスの列車運行会社で、イギリス国鉄民営化に伴い1996年に、ステージコーチの子会社として発足した、イングランド南部とロンドン南西部を営業範囲し、グレーターロンドン、サリー、ハンプシャー、ドーセット、デボン、サマセット、バークシャー、ウィルトシャーなどの主要都市を結ぶ、路線網を要する。 2017年8月に営業権の満了に伴い、営業を終了し、以降は、ファーストグループと香港 MTR の合弁会社サウスウェスタンレールウェイに継承された。1995年、イギリス南西部の路線の営業権を獲得した、ステージコーチグループの子会社として発足。1996年2月より、列車運行を開始し、継続して、 運営、営業を行っている。社名は1920年代に存在したロンドンサウスウェスタン鉄道に由来し、路線網もほぼ同じ範囲に展開している。陶器場の正式名称は、ステージコーチサウスウェスタントレインズは2017年8月19日をもって満了する。翌日以降、ファーストグループと香港 MTR による 合弁会社サウスウェイスタンレールウェイによる運行になる。路線の大部分は直流750ボルト、第三機乗方式によって電化されている。非電化のソールズベリー、エクセター、ブリストルなどに向かう列車にはディーゼルカーが用いられる。1日あたりの列車運行本数は約1600本である。運転系統は ターミナルであるロンドンウォータールーを拠点にイングランドの西部と南部の地域をロンドンと結んでいる。南西ロンドンでは複数の郊外通勤路線が本線に連絡している。郊外のウィンブルドン駅に停車中の455系電車 SWT は6つの本線を運営している。月曜日引く土曜日は1時間に2本がウェーマス駅へ1時間に1本が プール駅へ運行。日曜日にはボーンマスまでの列車をプールまで延長運行している。ウォーキング駅でサウスウェスタン本線より分岐する。ギルフォードへは1時間に4本運行。純速達列車1本と各駅停車ストッピング1本がヘイズルメアに至り、純高速列車はその先ポーツマスまで各駅停車として運行される。速達列車は約30分間隔で運行され、 月曜日から土曜日は1時間に2本とも、速達列車として、日曜日は1時間に1本がギルフォードから先、各駅停車として運行される。ベージングストーク駅でサウスウェスタン本線から分かれる。2009年12月にエクセターから西の運行は終了した。この路線の列車はウォータール駅発でソールズベリー駅でウェストオブ。 イングランド本線から分かれる。郊外の路線は、上記の本線から分岐する。オイスターカード、ペイアズ融合プリペイドは、サウスウェストトレインズで、クレーターロンドン地域で入手可能になった。オイスターカードトラベルカーズとシーズンチケットは、ロンドントラベルカーズのエリア内で、いつでも有効である。また、同様の紙製の普通のトラベルカードと、シーズンチケットも同様である。 最近の業績は2007年8月は金融上の、都市で PPM は93.4%で、まあは92.3%であったと ORR が公開した。電車は、シーメンス製、デジロンの450型と444型、アルストム製、ジュニパーの458系、国鉄時代からの455系、456、 型が使用されている。機動車は159型を30編成、および158系の11編成を保有する。国鉄から継承したスラムドア車のうち、最後まで残った421系1396編成、1398編成と423型3536編成は2005年5月26日まで、ウォータールー駅。 ボーンマス駅間を走っていた。複数の車両が保存鉄道で胴体保存されている。ライミントン市線では421系の3両編成の2本が2005年に導入され、復刻塗装として1497編成がサザン鉄道の緑に1948編成がイギリス国鉄の青灰に色塗装になった。 2010年に158軽機動車と450軽電車に置き換わり引退し、保存鉄道に移っている。159-1型は、ワブテックのドンカスター工場で158型から改造、そしてトランスペーニングエクスプレスの170型と交換、さらに運転中の列車にまで広がった。さらにトランスペーニングエクスプレスから、 標準の二両連結車両の158型を11、編成以上を受け取り改装し、車後も解消された。現在、SWT の159、0型は全車両が改装され、新車同然の予想となった。走行機器類の変更はない。158系の2編成は、ファーストスコットレールに移籍し、 エディンバラヘイマーカー起動車基地に配置されている2007年に営業権を統合したワイト島のアイランド線は起点ライドにあるトンネル断面が標準規格より小さいためロンドン地下鉄の小型電車を走らせている現用の483型は国鉄時代の1992年に中古で導入され2007年に2両編成6本を アイランドライン車より継承した5編成が現役であり1編成が保管されているかつてはロンドン地下鉄標準型車両が使われていた483型 SWT は以前の車両性ある411系412系421系423型のスラムドア車両のいくつかを保存している対照的に 以前サザンの運行が終わった2つの車両を保存した421型と423系、サウスイースタントレインズの完成でない車両を保存している。ウィンブルドン車両基地ウォータールーへ向かう本線上のウィンブルドン駅とアールズフィールド駅の間にあるウィンブルドン高架橋が近接するボーンマス車両基地ボーンマス駅の南西、かつてのボーンマスウェスト駅付近に位置する。 ニューシッコ線は、ブランクサム駅から分岐しており、同駅の2番線からの折り返し入線も可能である。442系、ウェセックスエレクトリックのサザン転属以前の最終配備地でもあった、サウサンプトン車両基地線とディナイズ駅の西と次のサウサンプトン FC のスタジアムである線とマリーズスタジアムの真ん中に位置する、心臓導入された、 デジロ車両の保守整備基地として新設された SWT は運賃が高いと批判されている。例えば2008年1月に運賃が例年の4.3%値上げされたアバートアスサウスウエストトレインズハットエンドオブサウスウエストトレインズウエストブエキシターザ・リールウェイセンター2008年12月7日閲覧サウスウエストトレインズウェブサイト 2010年12月2日閲覧、ナショナルレールトレンズ2007から2008クォーター、ホース、オフィスオブレールレギュラシオン、2008年12月7日、閲覧、レールフェアスツーライズバイ、アップツー14.5%、2009年10月12日閲覧、ありがとうございます。